なんかすごい僕個人的にまたなっちゃいますけど、すごい楽しみな対戦でね、これもね、あの前の戦い、都市戦を見てクンタップチャンロンチャイが非常に強いなってのは、これライトさんおっしゃってた、そんな言葉ありますね。あもう、パンチでね、いやー本当あれ怖かった、こうあの試合だけ見るとものすごい強い選手に見えますし、今実際強いですけどね、怖いやつ、あの試合怖かったな。さあ菊野巌流島初参戦です。これは谷川さん一つメモリアルなゲームになりそうですね。そうですね、大きな試合になりそうです。さあ始まりました、1ラウンド前に行った大ラウンド、さて今始まりました戦いの、その最初プレッシャーが若干あるというその菊野選手の立ち上がりです。まずいってパンチ、刺激ですね、はい、これ見たら、いや押して、これは転落、あないね、あのね、じゃない、はい、間合いを開けちゃうとテコンドの選手ものすごく強いんで、はい、菊野選手は詰めるしかないですよね、勇気を持って、なるほど、あの間合いを開けるとやっぱりテコンドの選手の足技っていうのは本当に生きてきますから、スッと詰めて、その間合い、この距離感が菊野、これでいいんですね、前に行ってプレッシャーかけてた方がいいですよ、なるほど、ずっと圧力をかけている、相当プレッシャーかかってると思いますね、はい、そうですね、今ご覧のようにハ・ウンピョは下がって2度目の選択ということになりました。これルールを改めてご紹介しますが、プレッシャーで、はい、そうですね、全然プレッシャーでちょっと押し下がっちゃって、下がっちゃうんです。一応3回の転落で一本ということになります。これね、普段ね、キックボクシングとか、はい、あの K-1 のリングなんか彼上がってん、あのキックボクシングのリングに上がってるんですけども、あのロープがあるから、はい、あの下がるっていう意識が、あの落ちちゃうっていうのがまだ感覚がつかめてないですよ。この闘技場にはもちろんロープはありません。はい、ご覧のように8メートルの円形でありますが、そのまま押し込んでいけば。これ谷川さん、はい、やっぱり落ち着いてますね、菊野はね、そうですね、これやっぱり、ね、寝技になったら菊野選手強いですよ、はい、テコンドー選手って、ね、やっぱり寝技はないですから、はい、やっぱり総合の経験ですね、 UAC で戦ったこともある経験のある菊野選手はここはちょっと落ち着いていいですね、はい、また寝技は15秒までとなっています。まあ、菊野にしてみればあと一発にパンチを終えて、圧倒的に今有利に菊野が進めているこの戦いです。今うまく戦ってますね。はい、ただこのハウンピョ選手ですね、テコンドーだけじゃなく本当キックの試合でも活躍してるんで、はい、結構あのテコンドーの選手はパンチが弱、あのうまくないって言ってるんですけど、結構打ってくると思います。はい、そのハウンピョのキック、まあ、打撃系に持っていきたい、その意味では間合いをもっと取りたいんですが、ずーっとこれキックのが入ってきますんでね、懐にね、あー、いいパンチ入った、これはすごい KO、パンチが入りました。これは谷川さん、ジャストヒットですね。ジャストヒットですね、本当に。まあ、目音でっていう。アジアの世界中の武術を出した結果、最終的に柔道と空手の日本人同士対決になったんですよね。菊野選手と海川選手っていう、空手の菊野と柔道の海川の対決になったんですよ。これは日本でも有名な選手。いい試合でしたね、これ。有名な。うん、人が上がってくるんですよ、ね、やっぱり強いです、強かったです、2人とも活躍した選手なんですけど、柔道と空手っていう伝統はすごいですよ、ここすごいですからね、うわ、ともえ投げが決まるんですよ、試合で出るもんなんですか、出るんですよ、ともえ投げで外で放り出す、これ前蹴りね、三日月蹴りって言うんですけど、前蹴りでレバーに入っちゃって、はい、もう効いちゃって最後上下が落ちたんですけど、上がってこれなかった、上がってこれなかったですね、先の前蹴りで、で菊野選手っていう沖縄拳法空手の選手が優勝して、あ、優勝と、これはすごかったですね、